どうもこんにちは、セミの鳴き殻です。こちらのビバリウム、誰が住んでいるか覚えていますでしょうか？そうです。レオパード月光、デザイナーズのゴマちゃん。ハイイエローかマックスノーって感じですね。あと2ヶ月したら、ゴマちゃんを飼育してから9年が経ちますが、そんなゴマちゃんのビバリウムが大変なことになっているので、今回はお手直しをしていきます。植物や石、デコレーションとして入れた木の実やバークチップ、うんちを取りつつ現状の説明をしていきますね。まず3月13日にこのビバリウムを作ったんですけれども、石膏石、流木を使ってレイアウトしてタマリュウ、ヘデラのスペチュリーを植栽していましたが、見事にスペチュリー以外が枯れてしまいました。右側のゾーンもいろいろ植えたり工夫してなんとか緑化を試みては失敗していましたが、今回はガチの手直しをしていきたいと思います。ヘデラも生き残っているとはいえ瀕死状態でして、これは乾燥によるものなんですけど、これはゴマちゃんが土を掘って根を露出させてしまったからなんですよね。レオパのビバリウムはやっぱりそういうところに気を使わないといけませんでした。次作る時に改善するつもりです。それに真っ向から対応できる対策は今からじゃちょっと遅くてできないんですけど、傷を塞ぐような形でうまく管理すれば前よりも綺麗に治ったりするんじゃないかなという期待を込めてお手直しをします。はい、動かせるものは取り除けたので地面をとりあえず鳴らします。この床材はそのままで、新しい配合の床材をかなり盛るつもりです。一旦湿らせておきましょう、砂塵が邪魔なので。はい、取り除いた石を再度配置したらこんな感じ。奥の植栽スペースを思いっきり掘れないような感じで石を配置したんですけど、果たしてどうなるでしょうか。一応固定できるところは液状瞬間接着剤で固定しておきます。海外のレオパビバリウムは 30×30 なんて狭さじゃなくて、もっと広いので植栽スペースと掘る場所とって分けれるほど伸び伸びとした広さがあるので、うまくキープできるんだと思います。スペース確保ができるのが羨ましいですね。こちらは狭いケージでもなるべく活動範囲を広げるために壁面に立体活動スペースを設けたレオパビバリウムです。はい、植栽スペースにはディコンドラセリセアという植物を植えます。こちらはビバリウムで使えるかどうかわからないんで挑戦的なんですけど、密に匍匐してグランドカバーに最適ということで植えてみます。用土は赤玉土、ピートモス、黒土、細かく刻んだ乾燥水苔です。かなり雑に植えましたが、なんか手が操作しづらくて雑になっちゃいました。うまく育ってくれるといいんですけど、どうなるでしょうか。生き延びてくれたヘデラも植えます。隣の大木林のビバリウムではかなり調子いいんですけど、それと同じような用土を使っているので期待はしておきます。右側の植栽スペースと左上の植栽スペースにも土を敷きまして、左上にはピレアグラウカ、カット苗を植えてガチッと根を張って育ってくれることを期待します。鉢植えでずっと元株を管理してるんですけど、湿度も高いと言えない水やりもサボりがちな部屋の環境でずっと育っているので、ここでも育つことを期待します。さすがにカット内ですので、最初のうちはラップをして湿度を保って管理をします。徐々に剥がしつつ根を張りつつ環境に潤化させたいと思っております。誤食はさすがにしないと思います。餌は撒いてないし、わらじ虫も放ってないので。右側にはフィカスプミラを植えます。見覚えあるかもしれませんが、この動画で死ぬほど収穫した子たちですね。先ほどのピレアグラウカと同様に植えていきます。フィカスプミラ、パルダリウムなどで活躍してますけど、沖縄のカラッカラに乾いて太陽がギラギラ当たってるコンクリートブロックに力強くしがみついてる姿を見る感じ、慣れればそういった環境にも強く適応できるんだと思います。感覚ですけど、そういった外育ちのフィカスの方が粘りがいい気がします。そのフィカスプミラを目指していきましょう。
針金を曲げてプッシュピンのようにしてみました。活着するまでこれで床材に密着させます。さすがにこちらも高湿度管理の元から取ってきたので、最初はラップ管理します。ゴマちゃんが中に入ってる状態での養生と潤化ですので、うまくいくかはわかりません。毎日覗いてしっかり管理しようと思います。先ほど言ったように床材も追加します。この新しい配合は黒土に富士砂、少量の桐生砂、桐生砂をもう少し増やしたかったんですけど、少し湿ってる砂っぽい土を目指した結果こうなりました。あと赤玉土がねゴロゴロしてる感じも似合わないなと感じていました。結構持ってシェルターがゴマちゃんが掘ってできたようなものだと思うような高低差にします。この黒一色ですと違和感があるので、先ほど取り出したデコレーション品を戻していきます。さて完成しました。この状態で管理していきます。マジで頑張ってくれみんな。そしてゴマちゃん、ラップうざいと思うけどちょこっと我慢してくれ。